スラムドアトレイン、または、スラマーは、イギリスの鉄道車両のうち、手動の開き戸を備えた車両の総称である。この名前は、ドアを閉めるときに出る音に由来している。主にマーク1客車及び、マーク2客車ベースの車両が該当する。なお、手動ドアを備えた客車に関してもこの名称が、用いられることがあるが、この用法はさほど一般的ではない。一部のスラムドアトレインは、 設計上外側からしかドアが開けられなかった。このような車両では、旅客は車両の外側にあるドアノブを操作するため窓から身を乗り出す必要があった。近年導入されている車両の多くが両開き扉を2つ備えているのに対し、スラムドアトレインはより多くのドアを備えており、ボックスごとにドアが設けられているものも存在した。また、それぞれにドアを備え、 相互の行き来ができない個室を持つコンパートメント方式の車両も存在したが安全上の懸念や長時間の乗車でもトイレに行くことができないことなどが問題となりこれらの多くは後に通路を持つ開放座席車へ改造されたスラムドアを採用した電車と機動車が多く導入されるようになったのはイギリスの鉄道路線の電化が進んでからであった スラムドアトレインが導入された初期の事例としては、1930年代にサザン鉄道がブライトンなどのロンドン南部へ向かう主要路線を第三機乗方式を用いて DC750V で電化した時である。1950年代には鉄道の近代化と蒸気機関車の廃止を目指したイギリス国鉄がスラムドアを採用した機動車を導入し広く運用されるようになった。 全国の非電化路線に向けて1から3両編成からなる機動車が導入された。特にこれらは電化すると不経済な視線で徴用された。これらの機動車は後にそれぞれの設計により101から129型へ分類された。ノーザンスプリントの308系電車リーズ駅にてこの間にもイギリス各地で使用するためにスラムドアを採用した電車が数多く製造された。 ロンドンのリバプールストリート駅からサウスエンドイコールオンシー駅、コルチェスター駅及びクラクトン駅へ向かう新たに電化された路線やマンチェスター周辺のいくつかの路線に向けて交流電化に対応したスラムドアの電車が投入された。これらの交流電車は設計によって302型から312型に分類された。ただし、 同時期に導入されたグラス号近郊向けの303型、311型とグレートイースタン本線向けの306型には自動ドアが採用された。イギリス国鉄の南部地区では1950年代から60年代にかけてそれまで使われていた車両から新しい第3機上方式のスラムドア電車に置き換えられた。最初は 個室構造を採用したの通勤系電車であった4、サブと4エップ部が導入され、その後は長距離利用に配慮され快適性が向上した車両が導入され、後者は21世紀の初め頃まで使われた。その中には 4CIG、4セップ、および 4VP が含まれる。前者の2形式は、ドアの数が少なく設計が似通っているが、後者は多く、 座席を密集させ多くのドアを備えた設計で旅客の乗降時間を短縮することができた。サザン地区にも1950年代後半に201型をはじめとした新しいスラムドア機動車が導入された。これらはエンジンから出る独特な音からサンパーという愛称で呼ばれた。スラムドアトレインは引き戸式の自動ドアを備えた新型車両によって徐々に置き換えられ、 本線上からは2017年までに姿を消した。1990年代以降遠隔でドアをロックする機能が取り付けられたものの、スラムドアトレインは走行中を含め旅客が自由にドアを開けることができたため、ドアが閉まると自動的にロックされる新型車両の導入によって安全性が向上した。なお、保存鉄道などで現在も営業運行を続けている車両には、 備えられている。イギリスの鉄道車両における引き戸の採用は1920年代にロンドン地下鉄で始まり、1930年代以降、幹線を運営する鉄道会社にも数は限られていたものの引き戸を採用した電車が導入された。注目すべき例としては、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が、マージーサイドへ投入した502型と503型。 ロンドンノースイースタン鉄道が発注したグレートイースタン本線向けの306系およびマンチェスター、グロソップ線向けの506型がある。スコットランドのグラスゴー近郊では1960年代に導入された303型と311型に初めて引き戸が採用された。前述の車両はスラムドアトレインと同時期の導入であり、 スラムドアトレイを置き換えることはなかったが、1972年に実験的な車両である445系、ペップが登場し、さらに1970年代後半から1980年代初頭は、これから派生した313型高直流電車が登場すると、スラムドアトレイの時代の終わりが始まった。なお、この直前の百七十五年から百七十八年に、 かけて製造された312型が最後のスラムドアトレインとなった。1980年代に入ると、ロンドン周辺に455型が投入され、4エップ部を置き換えた。また、サウスウェスタン本線の全線電化が達成されて442系、ウェセックスエレクトリックスが導入されると、スラムドアトレインの置き換えはさらに進んだ。また、イギリス国鉄は同時期に、 新型機動車である150系、スプリンターを導入した。1990年代には、旅客が自由にロックを外して、開けることができたスラムドアについて、かなりの数の重大事故が発生したため、運転手や車掌などが操作する電気式の一斉ロック機構が導入された。これにより、1年あたりの列車からの転落事故による死者が急激に減少した。 スラムドアトレインは2005年に観戦級路線から撤退し、2017年に本線上での営業運転を終えた。最後までスラムドアトレインを使用していたのはチルタンレールウェイズであり、アリスバーリーからプリンセスリースバラの間で単行機動車の121型を運用していた。スラムドアトレインは様々な博物館や民間団体によって 保存されているが、一部保存されていない形式もあり、特に交流電車についてはその傾向が強い。非電化のものが多い保存鉄道では、スラムドアの機動車が数多く運転されている一方で、電車は自走が困難であるために、一般的にあまり運転されていない。また、アスベストが使用されていることも保存へのハードルとなっている。 1980年代に改修工事が行われた際に一部で取り除かれた場合もあったが多くのスラムドアトレインがアスベストを取り除くために焼却された。アスベストが残っている場合購入を希望する者が処理を行わなければならない。これは非常に費用がかかる工程であるとともに車両に損傷を与えてしまう。ありがとうございます。